こんにちは。はい、本日はルナソルさん縛りで夏メイクをしていきたいと思います。で、今日のメイクのテーマはお肌なんですけど、お肌の水っぽさとかツヤっぽさを意識した水ツヤメイク、水ツヤ肌メイクをしていきたいと思います。はあ、もう夏ですね。皆さん楽しいこと何かしましたか？私は1回だけバーベキューしました。ちょっと今年の夏はたくさん楽しいことしたいなと思っております。洗顔からしていきます。今日使うのはこちらです。スムージングジェルウォッシュ。お肌のスキンケアから始めます。ジェル、水しいお肌にしたいので、夏は結構しっかりめに洗顔はしてます。クレンジングも。で、肌を拭くときは優しめに拭いてます。流していきます。朝の洗顔なので軽くで。OK。私昔から結構メイク動画でルナソルさんのファンデーションを使ってたんですけど、多分見てくれてる方は分かると思うんですけど、大好きなブランドなのでとても嬉しいです。で、今日は前に使ってたファンデーションとはもうすごくおすすめなんですけど、また別のものを紹介したいと思います。そしたらまず下地からやっていきたいと思います。ルナソルグローイングデイクリーム UV 日焼け止め美容液っていうやつです。もう日焼け止めはマストなので、美容液よりもちょっと硬いぐらいかな。本当に日焼け止め美容液って感じのテクスチャーです。まんべんなく肌に塗ってきます。いくら日焼け止めを塗ってもやっぱり日焼けはしてしまうので、なんか私的に真っ白でいたいみたいな願望はあんまりなくって、仕事に支障が出てしまうので日焼けには気をつけてるんですけど、もし日焼けしてもいいよって言われたら私はもう全力で日焼けをしたいという願望もあるんですけど、今はお肌を綺麗に保ったりすることに集中して頑張っています。今はというかここ何年間かずっと。あと髪の毛をね、暗くしてあげるとね、お肌も明るく見えるのでおすすめです。全体になじませます。ルナソル、グローイングシームレスバーム、これにも SPF15 が、こっちは SPF40 です。すごいなんかツルンツルンテクスチャーが、ちょっと赤みが出やすいとこだけ初めに手でなじませます。前髪は私は最近下ろしがちなので、あんまりファンデーションをつけないようにしています。めっちゃいい。そうしましたら眉毛を描いていきます。使っていくのがこちらです。スタイリングアイズオンコンパクト、アイシャドウにもアイライナーにも使えるみたいです。めっちゃいい。この辺もね、ハイライトっぽく使えるし、後でノーズシャドウもちょっと入れたいと思います。この真ん中の色とこっちの色を混ぜます。ギアね、めっちゃうまくいった。いい感じ。めちゃめちゃツヤ肌。薄付きなのにしっかりカバー力があって、こう陶器肌みたいに見せてくれるやつはマジで夏にもってこいすぎる。そうしましたら先にリップを塗っていいですか。シームレスマットリップス8番レザーベージュ。この色めっちゃ可愛いと思って、バズりそう。この色リップ可愛い、色が可愛いんだよな全部。私これ系の色大好きなんで、持っててもこういう系の色が出たら買っちゃう。やっぱ自分に似合う色って多分あると思うんですよ。皆さんも画面で見るほど濃くない、めちゃ可愛い色が。そしたらアイシャドウします。めっちゃ映ってる私が。ネットフリックスで見てる映画がバレちゃうアイカラーレーション12番、これもめっちゃ可愛い。私ルナソルのアイシャドウたくさん持ってるんですけど、この色はお初です。じゃーん、可愛い。ちょっと色味が気になるので手に塗ってみます。ピンクはこんな感じ、かわいい。で、この何シルバーみたいな水色みたいなのもかわいい。あー、こういう感じだ。キラキラ
で、このオレンジブラウンがこんな感じ。濃いピンクがどうやって塗ってこう迷う。こういう最近ニュアンスカラーが流行ってるじゃないですか。めちゃめちゃ可愛いですよね。で、下まぶたもこの濃い色意外と入れても可愛いかなって思ってます。右下の、うん、可愛い。私はなんか涙袋に明るい色とか入れるのもすごい好きなんですけど、ベースで一回濃い色を入れた方が目が立体的に見えて涙袋も強調されるので好きです。ピンクと茶色を混ぜてまぶたにもうちょい塗ります。やっぱでもベースの紫色がすごい生きてて可愛い。紫可愛いですね、透明感が。ピンクを下まぶたの際に塗ります。目大きく見える。できた、めっちゃ可愛い。マスカラもフェザリーラッシュマスカラ、ブラウンブラックにしました。私は結構しっかり束感出してくれるけど、ちゃんとセパレートしてくれるので、まつりはいい感じ。ダマになりすぎず何度塗りしても綺麗。最近はまつりしっかり上げるのにハマってます。じゃん、まつげも塗ります。いい感じ。またもう一回リップを重ねてメイクは完成です。前髪を下ろしてきます。この後じゃーん、完成です。前髪を最近増やしたので下ろしてみました。肌のツヤ感も伝わりますか皆さん。水ツヤ肌夏メイク成功ですか。これは前髪がねうまくいきます。内側だけテンパなので。ファンデーション使ってみてめちゃめちゃいい感じだったし、コスメも可愛いので皆さんぜひ見てください。ちょっとこれから夏にかけて取り入れていきたいメイクですね、私的には。皆さん最後まで見ていただきありがとうございます。あの楽天市場の公式のショップで購入することができるので、よかったら真似してみてください。はい、詳細は概要欄をチェックしてください。バイバーイ。